しよう。そうして俺たちは離婚。俺にいつか他の金持ってる男に走っちゃったりするんじゃないのと言ってきた時、あの時にはもうすでにゆかりと関係を持っていたと思うと吐き気がした。俺たちが離婚してちょうど100日後、風の噂であの二人